開幕戦を制したのはチャンピオンの伊藤真一。2年連続タイトルに向けて順調な滑り出しを見せたかに思われた。しかし伊藤は第3戦筑波のマシントラブルに続いて第4戦鈴鹿200キロレースの転倒で2戦連続のノーポイント。第5戦茂木ではなんとか2勝目を挙げたものの、この時点でタイトル争いは鈴木の北川とヤマハの吉川に絞られようとしていた。序盤から安定したリザルトを残した北川は第3戦筑波の優勝を含む4レースで表彰台を獲得、ランキングトップでシーズンを折り返した。一方、ニューマシンの開発を急ピッチで進めた吉川は第4戦鈴鹿200キロレースで早くも優勝。さらにシーズン後半、第7戦鈴鹿で2勝目をマークした吉川はランキングトップに浮上。この時点で吉川と北川の差はわずか2ポイントだった。タイトルを争う2人にとって要注意のライダーは鈴木2年目の梁明だった。梁は第2戦と第6戦のスゴーラウンドを制し2勝をマーク。しかしマシントラブルによる2度のノーポイントが響き、ポイントでは吉川と北川に離されていた。とにかく最多優勝を狙うと宣言した梁はその言葉通り第8戦筑波で3勝目をマーク。北川は2位、吉川は3位でフィニッシュ。この結果タイトルを争う2人が同ポイントで並び、シーズンはいよいよ残り2戦となった。最終戦までね、チャンピオン争いもつれると思うんで、いいです、したいですね。とりあえずこれが3人、4人にならないようにこの2人で決めたいと。1対1の方が楽ですから頑張ります。しかし続く第9戦 TI でタイトル争いは意外な結末を迎えた。2位を走行していた北川がまさかの転倒。この転倒で左手首を骨折した北川は最終戦の欠場を余儀なくされた。このレースでは梁がシーズン最多の4勝目をマーク。3位でフィニッシュした吉川はランキング2位以下に15ポイントの差をつけると、最終戦を前に2度目のタイトルに王手をかけた。続く最終戦スタートで出遅れながらも懸命の追い上げを見せた吉川は梁に次ぐ5位でフィニッシュ。デビュー1年目のニューマシンで94年以来2度目のタイトルを獲得した。もうスタッフとヤマハの、ね、おかげだと思ってるんで本当感謝してますし、まあ、総合力で、まあ、なんとかチャンピオンへ押し上げたっていう感じですね。最後ちょっと情けなくお立ち台でインタビューできなかったんですけど、まあ、来年はもう一番高いところを常に乗ってインタビュー受けたいと思いますので、また来年も応援してください。ありがとうございました。そしていよいよ全日本スーパーバイクは7年目のシーズンを迎える。2000年シーズンは全11戦の開催予定。開幕戦の鈴鹿 2&4 はフォーミュラ日本とスーパーバイクの同時開催。全日本3クラスの開催は第2戦のミネラウンド以降となる。チャンピオンになるためには何が必要なのか。ライバルに競り勝つための速さと強さはもちろん、時には運さえも味方につけなければならない。過去6シーズン全日本スーパーバイクでは4人のライダーがチャンピオンの栄冠をその手にした。そして間もなく新たなる戦いの幕が切って落とされる。今世紀最後の全日本ロードレース、果たしていかなるドラマが待ち構えているのだろうか。